ヤバタニエンさん。皆さん、ヤバタニエンというゲームを覚えていますでしょうか。約1年ほど前にヤバタニエン、そしてメツヤバタニエンというゲームを実況したんですけど、まあ難しかった。とんでもなく難しかった。頑張ってクリアしたんですけど、その時に脳をフル活用したせいで脳が3センチ縮んだ。今回も脳が5センチは縮むと思うんで、皆さんよろしくお願いします。一つだけ言っとくと、めちゃめちゃグロいんで、苦手な方は見ない方がいいかもしれない。これはどこをクリックすればいいんだ？シャワークリックするか。できないぞ。飽きた。始まっちゃったか。また、地獄が待ってるのか。屋敷を探索して脱出してください。操作説明は読もう。あんまり覚えてないんだよね。なんかさ、田中ってやつは覚えてる。ジェロニモって言って助かるやつ。で、メツヤバタニエだったら、本当にジェロニモって言って助かったやつ。で、死ぬときは、ベーって死ぬやつ。怪しいものをタップ、調べる、拾う、動かす、移動するアイテムを使う。はい。これはいつもと同じパターンかな。アイテムの使用はスロットを選択した状態で対象をタップ。間違ったアイテムを使用しても何も起こりません。アイテムの所持は4つまで。一部のアイテムは元の場所に置くことができます。移動や特定の行動でステップが増加していきます。これがね、難しいのよ。ただ脱出するだけじゃなくて、この上にいるキャラクターを救いながらやるんだけど、救うためには、なんかある程度ちゃんとした手順を踏まないと、このステップが増加しちゃって死んじゃうんだよね。何寝てんのこいつ。はい。ステップが増加することで周囲の状況が変化します。そう、死んじゃうんだよね。めちゃめちゃグロいんだよね、それで。で、めちゃめちゃグロいところで俺が笑ったら、めちゃめちゃ叩かれる。ステップを押すと、10ステップ、お？戻れるの？あ、ちょっと救済システムみたいなのが追加されてる。特定の場所でヒントを表示することができます。ただな、使えるのかな？これ戻ったとしても結局やり方がわかんなかったら意味ないんだよな。セーブロードは OK。あなたの行動次第でエンディングは分岐します。来たな。田中いないのかな？なんか似たようなやつ4人、5人、5人ぐらいね。1、2、3。多い。すごく多い。これは、こういうところをクリックしていかないと、もうこれだけでステップが1増えちゃうんだよ。音がないのちょっと寂しいな。あんかない。で、階段は登れるけど、まず一通り、まあ、最初はね、一周目は、どんなものがあるのかっていうのをちゃんと把握しておかないといけないから、誰が死んだとしても、俺はなんとも思わん。もう死んでも、俺はそっかとしか思わん。これ3だろ。ヤバタニエン3にかけてるからな。多分3がいっぱい出てくるんじゃない？誰かしらは多分3で死ぬはず。これ調べれないな。で、こういう、あってもさ、こういうところあって、なんかできんの？まずここか。ダメだ、中途半端にしかあかん。もう積んでない俺。あれ？これヒント箱みたいなのなかったっけ？タイトルじゃない、タイトルじゃない。ちょっとどうやって戻んの？あ、来た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 。ヒント箱が今回ないのかな？ええー、階段登るか。あ、入れる。まず、生存者を探そう。ここ何階なの？何これ。これ何？なんか人間ターミネーターにでもなる装置なのかな？やばい、何もできない。花瓶が、あ！落ちた。吾妻の、は？ま、これで、はしごは壊れてるから無理でしょ。出て、鍵？上登るか。なんだこれはもう、わかんないよもう。もうなんかいる。大丈夫か？これはなんかお腹ブッシュされるパターンか。やめろ！早いって！よし。あれでもまだ生きてるぞ。おい！ダメだ。ダメだわ。ああ、もう最初はしょうがないのよ。何でどう死ぬのかを把握しなきゃいけないから。なんか鍵とかでも使うのかな？鍵も二つ見つけたぞ。降りて、めっちゃ水溜まってる。水じゃない血だ。これで上はいけないでしょ？まず降りて、ここ鍵使えるんじゃないの？これ鍵じゃないな。カードキーだね。花瓶落としたから多分ここの、あー来た。あ、ショートカットできるようになってる。めちゃめちゃ登れる。すごい。
てか今回どんだけ難しいんだろう。あ、よ、あれお前いなかった？初代ヤバタニエンに寝てるやつに似てない？あ、これ鍵使えんじゃん。これ金だろ。あ、金じゃないか。あ、来た。あ、おい、音。いやでもこうやって簡単に救えるやつほどダメな気がするんだよね。顔面ヤバくない？何？顔面ヤバくない？顔面ヤバくない？お前の？それとも俺の顔面がヤバいって言ってんの？お前それただの悪口だからな、ヤガミ。あれ？いたよね、こいつ。いなかったっけ？まあ、いてもいなくてもどっちもいいや。顔面ヤバくないって救ったのに顔面ヤバくないって言われる俺の気持ち考えろ。あー！あぶねえ！あぶねえ！これ。え？で、これは、なんだ？なんだ？あ、エレベーター。上に行けるようになるって感じか。なんかすごい近未来な施設だ。あ、これ使えないか。これ鍵じゃないのか。これバッテリーだな。この形なんか見覚えがあるぞ。待て！あ、びっくりした。絶対誰かいるかと思った。なんかある。か、これは1階に生きるようになる感じじゃん。もうこういうのを押したら大丈夫か。あ、これは動かないのか。鍵使わないと。何のためやんのこれ。これは手垢だらけのゴムマリ？手垢だらけの、きったね。で、ここにまたあのハサミがあるな。待てよ。これバッテリーで動いてるってこと？おい！これバッテ、おい！違う。なんとかしてこれ取れないのかな？まだ無理か。やっぱそうだね。まずカードキーを手に入れたから一回下に降りよう。この上の途中にある、これなんだ？これは関係ないのかな？で、下に降りて、で、階段で行くと、あ、いける。え？誰？あ、血？ごめん。で、これで使えるんだ。入ろう。え、ここだけか。あー、いいのか？本当に使っても。大丈夫なのかな？なんかもう全然わかんねえ。いろんなものがごちゃごちゃしてる。これ血だよね。でもこれ使うんじゃないかな。これある程度血を貯めて、ギリギリのところで救ったりするパターンじゃないのかな。違うか？え、むずい！ヒントないの？これ多分ヒントだよね。こんなすぐ使えないのか。ごめんな。お願い、許して。え？ちょっと待って。何で死んでんのもう。何で死んでる？むずすぎる。あ、ヒントだよ。は、これがヒント？は、ああ、なんか、おお、すごいすごい。なんか新しくなってるヒント機能が。これこうやって、やると？は？いや、猿でもわかるように説明してくれ。わからん。なんだこれ。バッテリープラス、左ボタンを押すと、何これ？何これ？何のシルエット？で、これ鍵だよね？多分。これがヒント1か。ありがとうよ。もう一回ヒント。これだけヒント？ありえんく、え？あれ？車どこ行った？なくなってるぞ。どういうこと？これ、マリぶつければ。あ、え？もう まだ巡り合ってない子たち死んでってんだけど待って、この鍵ここで使えないの？ダメだ。どこにいんだよ。知らない間に3人死んでるぞ。これなんか滅にあったよね。一回降りて、あれ、うわ、これ、何？一食う植物とかなのかな？どこにいんの？あー、そういうことだー。食べられちゃってる。ちょっと待って、今回無理かもしれん。むずすぎない？こっち、何なんだこれ。お、来たことなかったのか、ここ。缶抜きを外して、
着付け薬なんじゃこりゃ。これなんだ。人形ヴェン助ける、人形ヴェン、トリプル人形ヴェンがいるけど救っていいのかい。待て、あ、ここのやつすでに救出している。わからねえ、何これ、これ絶対、これ最初初代ヤバタニアンにもいたよね、なんか元凶みたいなやつ。これはあれだもんな、救ったでしょ。この着付け薬はどこに使うんだ。これもう死んだやつにしか使えないパターン。あれ、あれここ来たこと、あれ、あ、なんだここ、な、あ、なんこれ。で、バッテリー押して、待って、止めろ、大丈夫か。バッテリーは見っけた。この機械どこに繋がってんの。これで、なんかいない、なんかこれ。なんじゃこりゃ。なんだこれ。ヒントないか。あ、来た。これのヒントか。は？あ、わかった！あの、階にあるやつや。動かして。ってやればいいのかい？じゃ、まず一回これ全部上げてみていい？下げることもできるのか。どれが正解だ？まず一回全部下に下げとくか。あ！ちょっと待って。もう待てないぜ。もう持てないぞ。なんか、持てないんだけど、これ、バッテリーか。あー、ここで助けれたのか。待てよ、このバッテリーはちょっと持ってこう。今回むずいな。今回もむずいな。てか、今回一番難しい。あ、ここで止まれてこっちに行けるようになるのか。やばい、ストリートファイターのやられた時の声やっちゃいそう。待って、どうしよう。ここにもつけれるぞ。左に行って。だな、これ絶対やったら死ぬよね。でもやるしかねえよな、一旦。で、垂れるでしょ？落ちちゃって、これ多分ステップを踏むと、あれ？全然、あれ？取れないね。このままにしとくか。なんだこのヘリポートみたいなの。遮光シート。何これ、すごい、もうむずい。下に降りれるな。あ、また、あ、これここじゃん。そうだね。チェーンカッターもあるけど、まだ取らない方がいい。あれ、お前見たことないか、まだ生きてるな。お、もはや人ではない。こいつ助けれないの。お、試薬開発データ。ふーん、もう、多いよ。どれから取りゃいいのこれ。あ、もうちょい取れる。ちょっと待って、バッテリーここで使うのやめとこう。あ、来た。吾妻の金鍵。これ、え、これさっきのやつじゃねえの。同じやつ手に入れてない？ここに挟めんのか。ああ！今止めるね。待ってろ。あんま。さよなら。え？もう誰が死んでんの？ねえ、わかんないよ。誰がお亡くなりになってるのか全然理解できてないんだけど。誰か助けてー。あれ、いなくなってる。え、あいつ助けない方がいいのかな。ただ奥にある車庫じゃねえや、試薬なんちゃらデータは必要だと思うから、どっかのタイミングで取んなきゃいけないってことか。うわー、どう、めちゃめちゃむずくね。手順どう踏めばいいのか分かんなくなってくるよね、これ。
待てよ、まずあのハサミどこにあったんだっけ、誰のどこだっけ、どっかにあったよね。あ、なにこれ、誰これ、これさっき俺が助けたあのゲロ吐いたやつ、なんかいつの間にかいろんなやつら死んでってんだけど、俺は何をすりゃいいの。まずこれつけるか、これつけたら多分上のこれが、あ、全部開いた、開いてどうなんの、え、多分俺がさ思うんだけど、この遮光シートは多分あの花じゃない、草に食われるあそこで置くと多分気づかれないで襲われないみたいなパターンだと思うんだよね。このやつは何なんだ。で、これチェーンカッター取れるんだけど、チェーンカッターはどこで使うんだい、これを、むずい。てかこれ必要ないでしょ、もうマリ。なんで取っちゃったんだろう、俺。置けないかな。あ、やっぱ閉まるね。いや、むず。チェーンカッターってあれか。これか。これパターンだろう。これでブシューやるやつか。あーん、むず。何金の詰め物って。これ使うのか、どっかに。もう誰かが死んでるなら使えないよな。お、開いた。木槌。何に使うん？なんかアイテムを手に入れたところでなんだよな、俺。何に使うのか全然分かってないから。ちょっともう積んでるんだよな。え？やば。やば。何これ？やば。なんかふわーって言ったけど。これでいいのか？ちょ待って、俺適当にさ使っちゃったけど、アイテムを持ちたくて、これバッテリー持つじゃん。バッテリー持ってこの金の詰め物あるでしょ？これを、ここじゃねえ。上、ここだ。ここにバッテリー置くしょ？あれ？ちょっと置いて、ここに置いて、ガチャン。そうすると、鍵ができるけど、鍵増えただけなんだよな。まずバッテリーはもうこれ使わないでしょ？やっと進んだ、なんかステップ700も800いってるけど、この鍵はどこで使うんだ？お、お、なんかできたぞ。これは下か、下降りて、これじゃねえの？これ動かなくなってるってことは、何それ？それだけ？で、何？なんか変わったか？これか？お！刺しても動かなくなった。ってことはだよ。これなんか、わかんない。お！お！来た！な、え？誰が乗る？ K16 ってやっぱこれ人間じゃねえんだ。行ってこいお前。もう戻れないぜ。なんかどっか行っちゃったけど。何？もう俺が分かんないことしないで。あ、落ちたぞ。上に上がった状態で遮光シートやったら、え、もう何が起きてんの？これなんか動けるようになった、自由に。これ下行ったらどうなんだ、この入り口。いける、下、なんこれ、脱出する、これ絶対いるだろあいつ。また着付け薬やるけど。待て、一人しか救えてねえんだよ。これ木槌だろ。あ、違うわ。え、もうこれ脱出していいっすか。こいつどこにいんのかわかんないんだけど、脱出してみよう。一人しか救えてねえ。やった、あー
いやマジかよ。ここどうやって行くのここ。いやわからん、むずすぎるわこれ。こいつさ前作いた？過去じゃなかったっけこいつ。ゲームオーバーだ。まあまあまあ、でもエンディング一つは迎えれたってことで、まあいい感じじゃないのかな。全然よくねえよバカタレが。待ってエンドリスト見てみよう。あ、どれも当てはまってないのか。何か、ゆ、ムマ、なんかおにぎりある。出現税不浄の地、わかんねえ。もう一回やり直すか。とりあえずちょっとはわかんない。ちょっと、もう最初の手順をもう覚えてねえもん。ここ開かないんだよね。でここ入って、ここにいるけど何もせず、こいつもいるけど何もせず、着付け役とかを最初に手に入れればいいのかな。でこれ割っちゃうと、もうあいつのところ行ってもむしゃむしゃしちゃうから、ここは一旦。でもそしたらどこにも行けなくなるやんけ。あ、ここか。ここ開ければこいつ救えたんだ。なるほどの。でもここ開かねえんだよな。もうパパパって行くしかないのか。出たよそれ。ものすごく急いでやんなきゃいけないパターンやろこれもう。わ、待って、鍵取んの忘れてた。鍵取って、で、すぐ移動して、外行って、これなってんだよね。で、なってるから、すぐこっち行って、ここさっき来たとこよ！これ鍵使って、助けて、で、ガシャンして、開くようなる。で、これ、ガションコして、上、絶対刺すかんねえって、なんか手順間違ってるな、絶対これ。で、降りて、どこここ持って、もうあの子死ぬ！ここ、開けて、あ、死んだ。ちょっと待てよ。だよな、お前だよな、ごめん。あれちょっと待って。ここどうやっていくんだっけ。でもこれは10ステップ戻るにすると、助かんねえ。あ、一回きりなんか。まあ、一回きりなんだ。へぇー。ちょ、もう一回最初からやり直すんだけど、あそこに行くのって何だっけ。待てよ。ここで、この木槌さ、多分だけど、あの壺割るためのものなんじゃね。よし、これだ。終わった、助ける、オッケー。来た。おい、ざまみろ、カス。セーブだ。やっと助けれた。で、この子どう助けるんだろう。あ、普通にハサミか。ハサミがあれば助けれるくね。待てよ。で、まずカードキー使って。でもね、多分ここはやっても大丈夫でしょう。ガチャンコして、これで誰かが死ぬってことはないよな。で、これはもう大丈夫だから、あとはもうゆっくりやろう。ゆっくり。ゆっくり考えよう。まだ、もうなんか急いで殺されるやつはいないよね。ちょっと待ってね。今、最初からやり直してるんだけど、鍵を落とすじゃん。で、鍵取って、で、一回外に出るじゃん。俺さ、銀の鍵をすぐにこいつに使ってるんだけどさ、これ使わないで、できないのかな。一回登るしょ。で左行って、これもさ、ガチャンしたらどうなの。これ死んじゃうのかな。え、あれ。これ死んだかなあいつ。大丈夫かなこれ。よし、まず助けて、鍵も使わないで来たけど、これセーブしとくか。あいつどうなったんだ。なんかプシュンされて、あれで言ってたけど。死んだんじゃねえのこれ。まだ死んでるって自分で分かってないんじゃねえの。もう血プシュってなってるけどさ。
これ時間経てばなんか半分になって死んでるみたいなパターンだろどうせ。これ鍵があるけど、これここで使えないの？ちょっと漏らして。ある阿久津。ちょっと漏らした。まあ、助けれたけど。でもこれでハサミ使えるようになるんだよね。その代わりこの子が助けれなくなってんだよな。やっぱ半分になってる。どうしようこれ。ちょっとね、今新たな発見を見つけたんですけど、まずこれで、この子がプシュンされるけど、開けるでしょ？で、これやって上に行くじゃん。上に行って、で、この銀色の鍵を、あの子に使わないで、ここで使って、で、開けて降りて、で、まあ、木槌は手に入れるでしょ？木槌を手に入れる。で、手に入れて、戻って、で、降りて、もう一回降りて、で、まずあの子を木槌で助ける。助けて、で、こうすると、こっちはねえや。で、戻って、もう一回上に行くでしょ？上に行って、で、ここ登れるようなんだよね。そしたら、よくわかんない機械があって、まあ、これつけとくか。で、これね、ペンチがあるんだよね。で、ペンチ手に入れるじゃん。手に入れて降りて、で、あ、これ一個下か。で、下に降りて、で、この子に、ペンチ使えたの。ちょっとかわいそうだけど。抜くじゃん、歯を。で、抜いて、やると、アマルガム。これ銀色の歯なんだけど、これをね、この上の、これに、つけれるのよ。ちょっと待って、これ、あれ、あ、これ、バッテリー手に入れて、ちょっと待って、バッテリーは。で、バッテリーつけて、これやって、ガシャンコするでしょ？そうすると、銀色の鍵が手に入んのね。ってやると、この子助けれるんだけど、頭が落ちる前に。顔面やばくない？顔面やばくない？君多分時間制限あるよね。頭ずっと押さえといて。死なないから多分。で、これで二人は助けれるんだけど、結局のところ、この機械は使えるようになったのよ。で、さっきの歯抜いた子で、また積んでんだよね。結局。金の詰め物も使えるようになったわけなんだけど、どうすりゃいいんだろう。あ、もう使えなくなっちゃった。むずい。待って、できたかも。これで、戻って、上行って、上行くでしょ？ちょっと早く、行って。で、急いで、こっち行って、降りて、肩使って、肩取って、戻って、下行って、大丈夫？生きてるか？今助けるぞ。助かった、この子！京宇都宮！うわ、よかった、セーブしよう。うわ、なんかすごい時間かかってる。よし！で、助かったから、で、え？で、この鍵も取れる。あとはどうするんだ？今、ここに遮光カーテンやってて、これもう使わなくね？使わないからまず置いとこう。置いといて、次やっぱこの、誰だっけ？歯抜いた子。あの子を今度助けるから、ここでなんか充電できるっぽいんだよね。あ、もう終わっちゃったのかな？もう充電できない感じ？もしかして。ちょっと待って、これさ、一回使うごとに電池がなくなるから、そういうことか？これもう使えないのかな？ほんと今回手順がめちゃめちゃ大事。うわ、もう使えなくなった。あかん。え、あかん。お！待って。助かったんじゃね？お！助かって、ん？るよね？よかったー。ヒント見てよかった。なんかバッテリープラス2の状態にしたんだよ。この人ギリギリまで3を浴びせて、バッテリーがレベル 3？ この満タン3になるまで頑張って待ってもらってたんだよね。待ってもらってたって言い方で合ってんのか知らんけど。で、ハサミが手に入ったってことは、セーブしよう。何してんの？セーブして、
これでやっとここのハサミ、待てよ、ハサミが手に入ったってことはさ、あの子助けれるくね、この子。しゃー、なんか動け、鍵あるじゃん。ふわー、よし、今めちゃめちゃ順調だ。で、この子は、この子ランダムなんだよ。ランダムなんだよね、この子。だから、もうせこいことしちゃうと、ね、ミスったら、ロードすればいい。真ん中だ。間違えた。着付け役取って、着付け役装備して使う。あ、成功じゃん。お家に帰りたいの。お家に帰ったら分かってるよ、金森ちゃん。いや、でも、1、2、3、4、5人は助けれてる、今。助けれてるから、この子は最後だろ。で、歯抜いたこと、あとは、あれだ、ゾンビみたいなやつだ。あの子も一応カウントされるから、あの子出て助けんだよ。よし、これでガチャンつったから、ここ入れるようになるんだよね。セーブしとこう。で、入って、これ誰を乗らせればいいんだろう。もう一回この子でいいかな。ちょっと行ってきて。乗って、この子に行かせるでしょ。多分この子じゃないと思うんだけどね。行ってらっしゃい。で、鍵手に入ったってことは、え？あ、あの子たち。わあ。これさ、着付け役使わないで、助けるにしてさ、そうすると、多分さ、そういうことなんじゃないか。これ使ってやると、本物が死なないで人形が死ぬことになるんじゃね？そういうことなんじゃね？ちょっと一回それでやってみていい？これでいいんじゃね？そうだよね、多分。これ人形だから、これ発射したら、俺さっきこれで、あれじゃなかった？あれだったよね。語彙力どっか行っちゃったんだけど。で、ガッシャンコする。崩れたでしょ？だから、順番的にはこれで合ってんじゃね？だよね。で、登ってエレベーターでもう一回一番下行くじゃん。で、着付け役取ってセーブしとくか。いや、でもこれで。ほら！こういうことだ！よっしゃ！来た！すげえ！これ今日発売のゲームだからさ、あれなんよね、攻略も何も見てないからね、てかねえんだよ。で、下に降りれるようになる。でしょ？で、銀の鍵も手に入ったから、あの子も救えるんだよ。上登って、この子もとうとう救えるってことだ。ちょっと漏らして、ちょっと漏らしたか、大丈夫だよ。あと2体なんだけどさ、こいつ怪物状態なんだよね。あの子マジどうやって助けんだ。ここまでは来れたぞ。自力で。時間かければ、なんだってできんな。で、遮光カーテンはもう必要ないから、ちょっと置きに行くか。これアイテムも重複しちゃうから。あ、もういけねえんだ。そっか。こう行かなきゃいけねえんだ。人形なんだよね。めっちゃ血出てるけど。こいつどうすりゃいいんだ。ガチャガチャしてんだけど、待てよ。着付け役取って、ここどうすりゃいいんだろうね。多分、この奥にいるこいつを起こさなきゃいけないんだろうけど、一回脱出してみていい？これで。ゲチョゲチョなんで、この子大丈夫なのかな？顔。走ってる途中に顔落ちたりしない？だっかん。で、まあ、べちょにされちゃうけど。あ、もう死んだね。あ、でもこの子生きてるね。うん。待って待って待って。もういいよ。もういいよ。もう結局助かってねえことは分かったから。ん？ここで使うのかな？もしかしたら。違う。ここまで来て、まだ全然クリアにまで行ってないってことか。大変すぎないか？待てよ。これで、え？なんこれ？こんなところにあったっけ？え？ん？何これ？何これ？なんかできたぞ。これ下に降りたりすればなんか変わってんのかな？行ってみよう。なんだ？上？ここじゃないよな。ん？
なんかあった、釘抜き、何かすごい音鳴ってるよ。で、おお来た。で、気付け役、待って、これセーブしとくか。なんか気付け役、こいつマジどうやって助けんだって。過去はみんなくせえなの。みんなくせえなの。は、実家これで脱出してみていい？あの子さ、この子どう考えてももうゾンビだからさ、助けれねえだろ。これ脱出しようぜ。これでほとんど助けれたんだよね。あのゾンビの子はマジどうすればいいのかわかんねえから、うん、これなんかのエンドになるのかな。いいぞいいぞいいぞ、よしよしよし。いやー、2時間半かかってる。すげえ時間かかってるけど、これエンドになんのかな。多分なんないパターンかな。4つエンドあるうちの1つにはなってほしいけどな。どうなんだろう。ゲームオーバーかい。いやー、どうしようこいつ。ほんと一回開けるか。気付け役って聞くのかなこいつに。でも人ではないんだよね。これどこで使うの。試薬開発データで、こいつステップ踏むごとにどんどんこの上に上がってって最終的に死んじゃうから、どうする、みんなどうすりゃいいと思う。おいお前、マリックかダメか。これどこで使うの。こいつはもう見捨てようぜ、もうダメか。このデータ持ってこれ使うとか違うか。頑張れ、なんかいけ、なんかいけ、なんか、ん、これだぞ、なんかこれだぞ、は、なんかこれましたけど、え、なんかできないのかこれで。え、どうしよう。あ、さよなら、ありがとうございました。え、こいつ助ける方法どうすりゃいいんだ。もう一回最初からやってるんだけど、これギリギリ間に合うのかな。これでさ、一回戻って途中で救えるんじゃないかなこいつ。で、入ってこれ使うでしょ。で、戻って、え、あ、やべ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 、ちょっと無駄にしたターンを。で、上行ってここ登るでしょ。これじゃねえの。来た。で、は、何これ、え、復元薬作ったけど、これターン進みすぎてさ間に合わなくね。あ、やべ、ああもう死んだ、ほら間に合わないわ。くそ難しくない。え？で、こっちからも会いに行けないから、めちゃめちゃ難しくない？待って。やっと分かったかもしれん。来たかもしれん。セーブしよう。めちゃめちゃ時間かかってる。これで、このね、ワープを使えると、間に合うと思うんだよ。だからこれで、これで行けば間に合うんじゃね？今なんかつけたけど。これちなみに、そのワープしても間に合わなかったんだよね。だから多分、ボタンを押す回数が少なくなんじゃねえかなと思って。一回これで、戻るでしょ？戻って、戻って、ここ入って、んで、ワープするじゃん。ワープして、これ繋がってるからめちゃめちゃ速くなったりしない？ 1、あー、めっちゃ速い！これは来た！これは助けれる。来たぞ。で、戻って、急げ急げ。助けれるぞ。来たー。ゲロリ。お前かよ。田中。ゲロリ。よっしゃ。あとはこの二人か。よし、もう頑張ろう。よし、これでついに全員救出できた。え、
お、田中大丈夫か？なんか誰だこいつ？おい！あ、なんか一人。え？なんか一人助かってなかったぞ。嘘だろ？おい、ここまでやって？嘘でしょ？めちゃめちゃ嘘でしょ？なんか一人助かってなかったよね、確実に。なんで置いてったん、あいつら。え？ゲームオーバーかよ。え？全員助けたのに。もう一回最初からやんの？嘘でしょ？これでどう？またやり直してきたんだけど、この子さ、なんか腹に刺さって血抜かれるやつ？おじさん、ちょっと血抜けばなんか変わんじゃねえかなと思って血抜いちゃってたんだよね。これで全員だろ。これでもうなんかエンディング変わんなかったら、わしはもう今回は動画やめる。行ってこい！これもう、行ったろ！やっとなんか変わったぞ！やっと。お前いつまで寝てんだよ。何したの？おお、かわいい、優しい。この二人さ、あれじゃない？皆勤賞じゃない？全部に出てね。田中。もう、ちゃんと今、もう一回、うってやったのかな？持ち上げたのかな？他どこ行ったんだろう？あ！えへへ？米どこで手に入れてきた？魚も釣ってるし、なんかネズミみてえの焼いてね。うわー、やっと1個目できた。残り3つどうやんの？これ多分さ、誰かしらが死んだ状態で多分見れると思うんだよね。うわー、長かったー。3時間半、3時間半だよ。めちゃめちゃ頑張ったな俺。でも3時間半頑張ってやっと1個目か。これは難しい。どうなんだろう。いやー、長かった。あれ、エンドタイプ2。なんかさ、割とすごい物語なんだよね。なんか考察とか見ないと結構難しいお話なんだよねこれ。あー、やっと終わったーと思ったけど、これまだ1個だけなんだよね。残り、か。てじゃん、てじゃん。不浄の地。これってさ、一番最初のとこじゃねえの？ってわけで、一旦、終わります。今回はここ辺で、次頑張って、もう三つ、見ようが、もう頭回んない。